打ち水打ち水は、道や庭先などに水をまくこと。また、その水のこと。打ち水とも。佐道では、準備が整ったことを知らせる際に門前に打ち水をする。土ぼこりを沈め、清々しくお客様をお迎えする。また、苔や敷石などを濡らすことで表情を作り庭を演出する効果もある。銀座で開かれたイベントでの打ち水の様子近年では、 東京都などの全国の市町村が都市部のヒートアイランド対策として一斉に打ち水を行うという計画を進めている。また政府も地球温暖化対策キャンペーンの一環として打ち水を奨励している。環境省は雨水や下水再生水などの二次利用水を活用した打ち水の生活習慣化は無理のない節水につながり、 貴重な水資源の有効利用に結びつくとして、水の習慣一斉打ち水大作戦を2008年から毎年展開している。また近年は、水道局もこうした打ち水イベントに取り組んでいる。その一例が、下水再生水の無償提供である。東京都下水道局は2017年、事前に連絡の上、再生水を持ち運べる容器を持参することで、水再生センターで、 無料を提供した。また、人間の手による打ち水に加え、一部の都市では、保水効果を高めるため道路に追加補装をしているところもある。山水車を巡回させて水を撒いていたが、中止する実地帯も出ている。また、新潟県三条市など積雪地域では、道路などに設置された小雪パイプを利用して、打ち水を実施する試みもある。2003年に、 大江戸打水大作戦として始まった。基本的なやり方など、2010年から作法を作った。当初は、水道水禁止などあったが、現在は、令和版として衛生面も考慮した作法となっている。全国の大都市では、下水を高度処理した、下水処理水や一時的に貯留した雨水等を活用し、様々な形で、打水大作戦を応援している。 打ち水を行ったことによる効果は以下の通りメリットデメリットありがとうございます。